皆さんこんにちは、大森達史です。2023年12月の31日、大晦日となりました。2023年たくさんの出来事があって、思い出とそして経験を、させていただいた年だったんですけども、気がつけばもう最後の動画から随分と期間が空いてしまって、これではいけないなと思いながら、急遽2023年最後の、ご挨拶をさせていただきたく、今回録画をしております。早いもんですね。本当に1年間ってこうあっという間に過ぎてしまうなって思うんですけども、特にこう楽しい時間って、あのコンサートもそうですけども、あっという間に過ぎてしまうもので、今年2023年、大森史上やっぱり一番早く過ぎた年だったなって、そんな風に思っております。まあ、年を重ねて、大体皆さんこうどんどん感覚的にこう1年過ぎるのが早いよ、そんな風に聞くんですけども、まあ、それだけではなくって、あの本当に内容が濃かった2023年だったんじゃないかなって、そんな風に思っております。今日はですね、その2023年、いろんな出来事ありましたけども、その中でも特に、思い出深いこと、いい経験だったなと思えることをですね、私ちょっとピックアップして、今日はこの録画の中でちょっと皆さんにご紹介しながら、そして最後は2024年どんな風に過ごしたいかっていうお話をちょっとさせていただきたいなと思っております。よろしければどうぞ最後までご覧いただければと思います。さて、2023年、最後にここの動画でというかな、上げたものというのが、大森チャンネルの方で上げたのが、チアーズが25周年の年ですよって、そんな動画を上げたような気がします。チアーズの、ね、パートナーでもあります上原陽子とともに、2023年25周年を迎えるチアーズにとってどんな年にしたいか、昔どんな、ね、我々だったかっていう話をちょっとしたような気がするんですけども、まずちょっと思い出の話の中でチアーズがですね、25周年の結成25周年のね、記念のコンサートっていうものを9月に行うことができました。9月30日に八ヶ岳清里にあります、オルゴール博物館にてコンサート第1弾を行わせていただいたんですね。チアーズが結成してから思い出の曲ですとか、これまでずっとやってみたかったけどチャンスがなくてやれなかった曲だったりとか、あとは新しくリニューアルさせたバージョンでお披露目したりとかっていうことで、本当に、来てくださるお客様にですね、チアーズが凝縮されたそういったプログラムでお届けいたしました。本当にね、いいコンサートだったなって自分も思えるし、いい節目に、あの思い出の曲なども振り返りながら、チアーズってどういうもんなのかな、神原との音楽っていうものがどういったものが我々がね今まで築いてきたのかな、そしてこれから先っていうものがどういったものをね、やっていくべきなのかな、向いてるのかなってことも含めて、すごく凝縮したとっても大事なコンサートになりました。来てくださったお客様本当にありがとうございました。チアーズ、ね、結成25周年の、コンサート第1弾だったということで、続きはですね、第2弾というのが今度山形県、上原陽子の、ふるさとでもあります山形県で、今度3月に2024年の3月に行います。そう、そちらはね、デュエットと、そしてまあ25年の間にどんどんこう進化していく中で、我々のアンサンブルも大きくなりました。マリンバカルテットを含めた、パターンでねコンサートを行いますので、山形県の3月、新春を迎えるいい時期ですのでね、ぜひお越しいただいて聞いていただけたらと思います。そして今年、なんとなくなんですけども、今ねその山形っていうのは上原のふるさとだよって話はしましたけども、僕が生まれ育ったのが神奈川県の横須賀海町だということで、昨年ぐらいからかな、なんとなくそろそろ横須賀でもこうコンサートしたいな、なんか演奏したいなってことをちょっと
思っていたんですね。特別それに向かってこう具体的に動き出したわけではなくっていたんですけども、本当にその気持ちというのが強くなって、まあ、生まれ育った町であることと生まれ育った場所で出会った、先生だったりとかお世話になった方、同期同窓生などに、今の自分の音楽ってものを報告したいな、そんな気持ちがずっとあったんですね。で、今年になってからですね、ひょんなことから、横須賀でのコンサート演奏する機会を、いただいたんです。で、どんな形だったかというと、実は横須賀にて思い出の芸術劇場でコンチェルトを弾かせていただきました。協奏曲です。自分がマリンバでメロディーソリストを、ね、ソロを担当いたしまして、バックに、オーケストラなどがこう、ね、伴奏でつくというそのスタイル、コンチェルトなんですけども、そうなんです、もう本当に嬉しい話でした。横須賀市民吹奏楽団が定期演奏会60回目の記念コンサートを横須賀芸術劇場という場所で行う、その中で、ゲストとしてコンチェルトを弾きませんかっていうお話をしていただいたんですね。で、そのお話をくださったのが私の先輩、大学の先輩、そして高校の先輩でもある方だったんですけども、その方が今は指揮を振られているということで、実はその先輩なんですけど、高校でももう入れ違いで随分上の先輩なんですね。大学では、お会いできたんですけども、なかなかこう本当にその当時の先輩というのはとても、威厳のある方で、怖いというイメージが実際のところあったんですね。その先輩から直々にご連絡いただいて、森くん弾かないか、いやめちゃくちゃ嬉しかったですよね。2つ返事でやらせてくださいと。で、コンチェルトの曲も選ばせていただいて、その先ほどご紹介しました横須賀芸術劇場という場所でのコンサートだったんですが、その芸術劇場というのもですね、昔このチャンネルの動画でも横須賀にこう帰って、紹介するというちょっとしたものを上げたんですが、その中でもこの芸術劇場は僕にとって思い出のある場所ですというふうに申し上げました。芸術劇場がオープンする時のこけら落としの時にですね、僕は中学生でした。そこで、オープニングコンサートというものに参加させていただいて、そのシリーズの中で、打楽器を演奏したのが一番最初だったんですが、その場所での、記念コンサートに、ましてや、マリンバのソロ、そしてコンチェルトという形で演奏させていただいたんです。本当に、叶った夢だったんですね。先輩にもその話はしたかしてないか、多分してなかったと思うんですけども、横須賀で演奏をずっとしたかったというのが叶ったんですね。そして、そのコンサートではやはり自分が中学の時からお世話になった先生ですとか、あとは大学の先生、高校の時の音楽科の主任の先生などにも、恩師の方々にも皆さんにも聞いていただいて、今の大森というものをもう丸裸で音楽をですね聞いていただきました。そして、腐れ縁の同級生だったりとか先輩とかにもですね、報告できたことと、そして何よりその市民吹奏楽団の中には、先輩後輩が乗っているわけなんです。そのね、オーケストラの中に乗ってたということで、共演させていただけたことを、久しぶりに共演できたことが本当に嬉しくてですね、今でも大事な、思い出の一つです。今年それがあったんですよね。6月の11日に行われたんです。本当つい先週ぐらいにあったんじゃないかなと思うぐらい鮮明に覚えています。きっと一生忘れないいい思い出です。そうですね、そのコンチェルト、安倍恵子先生のプリズムラプソディ、これは大学の時に卒業の時に演奏をした、試験の時に弾いた曲でもあったんですけども、とっても好きな曲で、マリンバらしいマリンバ、そして僕が好きなフレーズというかパッセージというかテクニックも要する、曲で、大好きな曲で、その曲を演奏できたことが本当に嬉しかったです。あとは
何よりですね、そういったなんかちょっと今年ってこう思い出を回想するというか、あの昔の思い出にちょっと触れるようなことだったりとかっていう出来事が多かったんですが、最後に、つい先日なんですね、12月の27日に、神奈川県の川崎市で行われたコンサートに参加したお話をしたいと思います。これはですね、私が大学、専属学園音楽大学、今はその名前になっておりますけども、当時は専属学園大学音楽科、音楽は別だったんですね。専属学園の中には教育科があったりとか保育科があったり英文科があったり、その中の音楽科というのがあったんですけども、今はね、音楽大学という名前に変わりました。その名前が変わるきっかけになったのが、実は私が習っていた大学の時に習っていた岡田智之先生という方が、学部長になられて、この音楽大学へと名前が変わったんですけども、進化したんですね。その岡田先生もご退任なされて数年経っているんですが、御年87歳になられた岡田先生が指揮を振って演奏会を行うという中に、参加させていただいたんです。マリンバオーケストラと言いまして、専属学園並んで習っている時にはですね、マリンバオーケストラというものがありました。数十台の、マリンバが、そして打楽器たちがステージ上に並びまして、100人近い演奏家、当時学生ですが、舞台に乗って一挙に岡田先生の指揮のもとオーケストラ演奏を行うという、これが毎年の、行事だったんですが、決してこれ単位になるわけでもなくって、定期演奏会が毎年あったんですね。ただ本当にこのオーケストラがあるというのが一つの大学を選ぶポイントでもありました。これだけの打楽器が盛んな場所というものも、世界どこ探しても当時はなかったように思います。そしてマリンバオーケストラというものができる、こんな経験はなかなかこの規模では、この4年間でしかないんじゃないかなと、そんなふうに思って、選んだんですけども、そのマリンバオーケストラ卒業しましたら、やはりそんだけの人数が集まることもなかなかなく、そんな規模で演奏会を行うということもなかなかないので、もう卒業いたしまして数、ね、十何年経ちますけども、そこで、同期のある方がですね、同窓会というような、まあコンセプトもちょっと含めながら、コンサートみんなで集まろうよと、そして岡田先生の好きでまた演奏しようよという、コンサートを立ち上げてくれまして、発起人の秋葉くんのおかげで、この度27日にですね、そのコンサートを行ってきたんです。くるみ割り人形という作品ですね、バレエの三大バレエの中の一つ、チャイコフスキー作曲のくるみ割り人形をオーケストラバージョン、それをマリンバオーケストラとして編曲されたものを演奏するんですが、学生の時にも演奏した曲ではありますが、今回違うパートを担当いたしました。そしてもう一つ、ウコズネスという曲があります。ウコズネスというこのタイトルを逆から呼ぶと、そう、専属という曲なんでね、名前が実は隠されているんですが、ウコズネスという曲はですね、必ずアンコールに、マリンバオーケストラ定期演奏会のアンコールに必ず演奏していた曲です。打楽器だけで演奏する曲、オリジナルの曲ということで、学校にね、学生の時には本当に何度も何度も演奏しましたね。もしかすると学校の中でも一番演奏されている曲なんじゃないでしょうかね。もしかするとそうかもしれません。あのそんなデータはないんですけども、学校で校歌を歌ったタイミングって入学式と卒業式ぐらいだったんですけども、それ以上にウコツネスっていうものはもちろん演奏してるし、卒業式とか入学式で威風堂々という曲をね、演奏されますけども、その曲よりも多分ゴズネスっていうのが学校の中で響いていたんじゃないかな。学校内外で演奏されていました。で、今回もその曲をね、アンコールに演奏したということで、その時にはですね、岡田先生はバスドラムを演奏しました。もともと NHK 交響楽団の、打楽器奏者でもらした岡田先生は、大太鼓がとっても似合うんですという言い方が失礼ですね。あの本当にどれもいい音されるんですけども、岡田先生のバスドラムの音っていうのは本当にあの身に染みる 音なんですね。学生の時にもやはり驚きとあの音を忘れることがなかったんですけども、今回アンコールの中では岡田先生自ら、バスドラムを曲中に演奏してくださいまして、また
何十年と中で僕の中で残っていく音だったんじゃないかなという音をですね、こう浴びさせてもらいました。そのコンサートにもやはりね、来ていただいたお客様たくさんいらっしゃいまして、お声掛けいただきました。専属ってすごいんですよ。やはり生徒数が多かったということで、学生が多かったので、本当に共同でこうチームで何かをするという場面が とっても多かったんですね。それは学校でこう学校で先生が教えるものではなかったんですが、先輩から受け継いで後輩へと、ね、つないでいくという、そういった中で必然的に自然に覚えていくこと、ステージマナーもそうです。あとはね、100人近い演奏家が、指示を待たずにみんながこう作業するねっていう。だから今回のこうコンサートが終わって、打楽器たちをこう搬出するまでの、およそ数十分の間に全ての楽器がこう片付けられたりですとか、搬出したっていうものも、やはりそれぞれが考えて動く場面を見て動く、共同的に、こう協力し合いながら、できたっていうものは、この専属学園で培ったそれぞれの財産なんじゃないかなって、そんな風に改めて感じましたし、それを確かめさせていただける場面に今回一緒にいられたということが本当に嬉しいです。発起人の秋葉君、そして、一緒に参加させていただきました先輩方、後輩、そして同窓生、ありがとうございました。そんな風にですね、バタバタしながらも2023年が、過ぎようとしています。今日もこの後実はコンサートがありまして、大晦日も、コンサートをさせていただけるということで、本当に、嬉しい毎日を過ごしています。2024年、まだまだ野望は実はありまして、着実にいろんなことをこう計画しながら、夢というものを持ってそれに向かっていく感じがワクワクしていながら、それを味わいながら、毎回毎回、音に変えてそれを、ね、コンサートもしくはこうレコーディングとかでこう残せている幸せというものを本当に噛みしめているんですけども、何せいろんなことをこうワクワクできなくては、僕は動けないなっていう人間だということがよく分かった年でもありました。本当に昔から好きなことしかやらないっていうわがままな性格ではあるんですけども、でも音楽をする限り、音楽を使って自分を表現する限りは、やっぱりそこに正直にならなくてはいけなくって、でそういったものがね、例えばワクワクしたりとか正直にこう言ってる姿っていうものがある部分から見られると、もしかするとちょっとこうね、トゲの立っている人間、まあちょっとね、厄介なもの人間だというふうに叩かれてしまう場面もありましたよね。そんなこともあって、気をつけなくちゃいけないなと思うんですけども、やはり自分がワクワクすることだったりとか、音を奏でる方向に向かって何かしている作業というか、そういった、経験とかっていうものに対しては正直にいきたいなと思っているので、皆さんに迷惑かける場面が本当この後もあるかもしれませんけども、なるべくそういうことないように気をつけながら、そして恩返ししながら、2024年もまた、変わらず音を変わ、ね、交わしていきたいなって、そんな風に思っています。2023年、去年もですね、この時期に僕実は23年はどういうふうにしたいかなってことを、頭の中でふとこう考えたことがあったんですが、その目標は2023年1年間振り返ってみると全部できていました。本当に良かったなって、そんなふうに思っています。さあ、もう残すとこ数時間の2023年なんですけども、皆さんにとっていかがだね、お過ごしでしたでしょうか。1年間ね、あっという間だったと思いますけども、そんなね、会話もぜひ皆さんとお会いできた時にはしてみたいものだったな、そんな風に思ってます。それで2024年もですね、また皆さんと、音楽を通して、この場面を通して、画面を通してお会いできたらなと思って、おります。なんで大事だと思って噛むんだろう、この YouTube チャンネルはですね、2024年、またちょっと優先順位が、また上位に上がってきますので、ちょっとどん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 このね、動画の中でもいろいろ発信していきたいこと、シェアしたいこと、交わりたいことというものが上がってまいりますので、ぜひ、末永く根気よく、お付き合いいただければなって、そんな風に思っております。ちょっと長くなりましたけども、ワンカットでお届けいたしました。2024年が皆様にとっていい年でありますように。そして今年本当にお世話になりました。お会いできた方、いろんな経験をさせていただけた方、お会いできたかったけども、また2024年にね、チャンスあるかもしれません。ぜひお会いできる日を楽しみにしております。それでは
次の年2024年次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。